吉田さん、ガソリン代が230円に向かってますっていうね、動画のタイトルつけたんですけども、これね、230円には向かってるじゃないですか。200円ぐらいに向かってるとも言えますけども。だから言葉の使い方ですよね。ガソリン代300円になるびっくりマークハテナでもいいんですけども、まあガソリン代は上がるんじゃないですか。あの、10年前、20年前、30年前のガソリン代のとの比較っていうのをライブ放送でやったんですけども、この30年でガソリン代って倍になってるんですよ。<laughs> というのが、 あの私がね、えっと、30代ぐらいの頃20代か30代の頃ってガソリン代行って98円とか105円とか要するに100円前後だったんですよずっと、うん、で一旦二百200円になったこともあったんですけどもあのリーマンショックあたりでねすぐにあの逆回転が起きてなんとね10年前は110円とか115円だったんですよ で、えっ、ー、と、5年ぐらい前に160円ぐらいが一旦あって、高止まりしてきたよねっていうのと、あと若干下がった後、今の値段なんですよね。だからガソリン価格もね、その推移を見てると、なかなか面白いなっていうのと、あとはね、ガソリン価格が上がることに私ね、結構ね、疑問を持っていまして、調べてみると、私の疑問と仮説が結構正しかったってことがだんだん分かってきたんですよ。というのが、30年前とか40年前は、 あと、何十年ぐらいでガソリンは石油はなくなりますよ、みたいなことをね、大々的に報道されていたんですけども、その後、ガソリンとかね、石油の、石油か、石油の採掘が衰えるかっていうと、実はそうじゃなくて、3、40年前の石油の産出量に比べて、現在の石油の産出量って10倍ぐらいになってるんですよ。だからなくなるどころか石油はね、あっちこっちで掘れるようになったんですよ。なのに、ガソリン代高くなってるんですよ。だから、石油は余ってるんですよ、世界で。 余ってるのに高いんですよ不思議ですよねじゃあねガソリンは取れるようになったけども石油か石油はいっぱい取れるようになったけども人類がたくさん消費者しだしたろうっていう意見もあるんですけども実はそうでもないんですよ実はねこの60年で石油の消費量って35億バレルから130バレルぐらいまで要するに4倍になってないんですよあの。 石油の消費量っていうのは、一生懸命人類が活動してね、消費してるように見えますけども、実は4倍になってないんですよ。採掘量は10倍なんですよ。だから半分ぐらい余ってるはずなのに、単価は高いですよね。さらに今は石油燃料だけじゃなくて、シェールガスとかって、液化天然ガスとかね。ガスとかもエネルギーの原料になってるし、原発もバンバン出てきたのがこの30年、40年でしょ。だから原発エネルギーもあるわけですよ。 火力発電所もたくさんできたんですけども、原発もできたし、太陽光を中心とする自然エネルギーもできたでしょ。だからエネルギーっていうのは、いろんなところから取り出せるようになってきて、石油ですら10倍になってるのに、他のエネルギーの原料もある中で、全体的にはね、何十倍にもなってるんですよ。で、消費量はたった4倍です。4倍にもいってないぐらいです。だからエネルギー余ってるはずなんですよ。なのにエネルギー単価高いでしょ。だからこれ数字を洗うとね、 おかしいじゃんなんか値上げする必要もないものに対して値上げさせられてるな。しかもそれを私たちは納得してるんですよ。いや、資源には限りがありますからって,言って、ね。あの70億人以上いる人類がどんなに頑張っても地球資源を使い果たすことなんていうのはね、これはね、何千年かかってもありえないんですよね。この辺に常識を転換してくると、親おかしいなって思えることにはなるんですけどもね。 顕著にね守ってる限りは私がいくらこういうこと言ってもねいやいやとかなるでしょでも調べた結果私の疑問は大筋でその通りだなってことが見えてきたんですよまあ、あとはねこの事実を自分で確認して確かにって思える人がどのぐらい増えるかってことかなと思いますネットビジネスで月収100万の人がねいくら出てきてもやっぱ無理と思う人がやっぱり大半でしょだから思い込みってそのぐらい 自分自身の人生を狭めているんじゃないかなっていうところですよね。マージャン店のおやじからこんな生活になりました。いってらっしゃい